遊ぶ部の時間だよ。今日はファンルームのキュートアニマルセットで可愛い猫耳ブレスレットを作ってみるよ。猫のお耳がついてるブレスレット作れるなんてすごいね。早速一緒に作ってみよう。用意する材料はこちらです。茶色のシリコンバンドが23本、パステルグリーンのシリコンバンドが11本、クリアブルーのシリコンバンドが11本、白のシリコンバンドが11本にピンクのシリコンバンドが6本、そしてハートのビーズが2つ、リボンのビーズ1個とクリップが1個です。早速シリコンバンドを土台にかけていきましょう。まず準備として、リボンのビーズにピンクのシリコンバンドを通します。通し方はまずピンクのシリコンバンドに付属の透明の糸をこのように通して、糸の端っこをよいしょ、こんな風に揃えます。端っこを揃えたらリボンのビーズのこの輪っかの部分にこの端っこを2つ揃えて通してキュッと引っ張ります。そうするとピンクのシリコンバンドがリボンのビーズに通ります。これは猫のお耳を作るときに使うので置いておきましょう。まずはじめに土台のこちら側から上に茶色のシリコンバンドをかけます。先ほどかけたここから同じように茶色のシリコンバンドを1つかけます。ここまでかけたら茶色のシリコンバンドをこちらから右上にかけます。その次にピンクのシリコンバンド1本をこちらから右上にかけます。次は茶色のシリコンバンドをこちらから右上に、次にピンクのシリコンバンドをこちらの真ん中から上の方にこのようにかけていきます。先ほどかけたところから茶色のシリコンバンドをこのように上にかけたら、ここの部分に茶色のシリコンバンドを二重に巻きつけます。二重に巻きつけたら今度はこちらから茶色のシリコンバンドを右上に、次にさっき作ったリボンのビーズにピンクのシリコンバンドを通したものをこちらとこちらにこのようにかけておきます。ここまでできたら今度は茶色のシリコンバンドを一番右のこちらから上にかけて、かけた最後の部分にまた二重にこのように茶色のシリコンバンドを巻きつけます。これでお耳の片方のかけ方は終わり。ひっくり返して編み方に入ります。どんなお耳になるのかな。まずはじめにこちらの一番下の茶色のゴムを内側から引き抜いてこちら側にかけていきます。次にリボンのビーズがかかったこのピンク色のシリコンバンドを内側から引き抜いてこちら側にかけます。今度はこちらの茶色のシリコンバンドを内側から引き抜いてこちら側にこちら側にかけていきます。今度はこちらの茶色のシリコンバンドを内側から引き抜いてこちら側にかけます。次にこのピンクのシリコンバンド、こちらを内側から同じように引き抜いてこちら側にかけます。今度はこちらの茶色のシリコンバンドを内側から引き抜いてこちらにかけたら、ピンクのシリコンバンドを内側から引き抜いてこちらに、それが終わったら茶色のこちらのシリコンバンドを内側から引き抜いてこちらにかけていきます。ここまでできたらこの茶色のシリコンバンドを内側から引き抜いてこちらに、それが終わったらこちらの茶色のシリコンバンドを内側から引き抜いてこちらにかけていきます。
こんな風にここまでかけられたら、一番最後にかけた先端の下2本のシリコンバンドを外側から外します。2本外したら、今度はこちらの一番下のバンドをこのように外します。これで猫のお耳の編み方が完了です。台から外していきましょう。こちらの先端の部分はキュッと引っ張ってこのように結んでおきます。この出っ張っている部分はフックをこのように猫のお耳の中に通して、先をフックに引っ掛けて内側にキュッとしまっておきましょう。形を整えて内側にすれば、猫のお耳の右側の完成です。もう一つのお耳も同じように作ってみようね。もう一つのお耳も先ほどと同じ順番でかけていきます。はい、もう一つのお耳もさっきと同じようにかけてみました。ただ一つ違うところは、このピンクのシリコンバンドにこのリボンのビーズがついてないところです。こちら側はつけずにシリコンバンドをかけてください。かけ終わったら同じように反対側にして、こちらから編んでいきます。はい、先ほどと同じように編めたので外していきます。さっきと同じようにお耳の形を整えて、猫のお耳の完成です。次はこのお耳をつけながらブレスレットを編んでいくよ。ブレスレットを編むにはこことここだけ使います。まずクリアブルーのシリコンバンドをこのようにぐるっとねじって、こんな風にかけます。かけ終わったら白のシリコンバンドをその上にこのような形でかけます。その上にパステルグリーンのシリコンバンドをかけます。ここまでかけたら、一番下のブルーのシリコンバンドを外側から外して真ん中に、その上からブルーのシリコンバンドをかけて、一番下にある白のシリコンバンドを同じように外側から外して、よいしょ、その上に白のシリコンバンドをかけます。一番下のグリーンのシリコンバンドを同じように外したら、その上からグリーンのシリコンバンドをかける。一番下の青のシリコンバンドを外したら、青のシリコンバンドをかけます。よいしょ。白を外して白をかける。グリーンを外してグリーンをかける。一番下のブルーを外してブルーをかける。白を外して白をかける。そして次に、一番下のグリーンをこのように外したら、こちらのグリーンのバンド1本をこの猫の耳の片側のこの丸の部分にシリコンバンドをこのように通します。
こんな風に緑のシリコンバンドを通せたら、これまでと同じようにこの上に緑のシリコンバンドを乗せます。そしてこれまでと同じように編んでいきます。一番下の青のシリコンバンドを外して、その上に青のシリコンバンドを同じようにかけていきます。で、この耳はこの青のシリコンバンドの中に入れておきます。同じように白の一番下のシリコンバンドを外して、白のシリコンバンドをかけます。これも同じようにお耳がシリコンバンドの中に入るようにかけます。今度も同じように一番下のグリーンのシリコンバンドを外側から同じように外します。外し終わったら、今度はグリーンのシリコンバンドをこの猫の耳の反対側のこちらの輪っかに通します。通すときは編み棒をここに入れて、このようにフックで引っ掛けて、こんな感じで通していきます。通し終わったら、そのままぐっと引っ張って、今まで編んでいたところにこの上にこのようにかけます。終わったら青のシリコンバンドを一番下のこちらを外して、青のシリコンバンドを今度は猫の耳を含まないでこちらの外側にかけます。このように青白緑、青白緑を2回繰り返します。青白緑、青白緑と編んでいったら、今度はこの緑のシリコンバンドをさっきと同じように猫の耳のこちら側の輪っか、この輪っかにこのように通していきます。通し終わったら、またさっきと同じようにここに上からかけていきます。かけ終わったら、一番下の青、そして青のシリコンバンドを同じようにかぶせて、次は一番下の白、そして緑という順番に青白緑、青白緑を繰り返します。青白緑と繰り返し、緑のシリコンバンドを一番外側から外して、その上に緑のシリコンバンドをかけたら、一番外側の青のシリコンバンドを外します。外し終わったら、今度は茶色のシリコンバンド1本をこちらの猫のお耳の片側の輪っかにこのように通して、こんな感じに茶色のシリコンバンドを通します。この茶色のシリコンバンド通し終わったら、編んでいたこちら側とこちら側にこんな風にかけます。かけ終わったら、一番下の白のシリコンバンドを外側から外して、外したらこれまで同じ色の白のシリコンバンドをかけてましたが、今度は茶色のシリコンバンドをこのようにかけます。次に一番下の緑のシリコンバンドを外側から外して、また同じように茶色のシリコンバンドを上から
このようにかけていきます。茶色のシリコンバンドを一番下のものを外側から外して、その上から茶色のシリコンバンドをかけて、また同じように一番下の茶色のシリコンバンドを外して、同じように茶色のシリコンバンドをかけます。同じように一番下の茶色のシリコンバンドを外側から外して、今度はその上に青のシリコンバンドをかけます。青のシリコンバンドをかけたら、茶色のシリコンバンドの一番下にあるものを外側から外して、今度はその上に白のシリコンバンドをかけます。一番下にある茶色のシリコンバンドを外し、今度は緑のシリコンバンドをその上からかけます。最後は今までと同じように青、白、緑の順番でかけていきます。一番上に緑のシリコンバンドをかけたら、外側の青のシリコンバンドを外して、それを外したら今度は白のシリコンバンドも外側から外していきます。ここまでこんな風にかけられたら、今度はこちら側の緑のシリコンバンドを反対側にこのように移してかけます。こんな感じでかけられたら、先ほどかけた緑のシリコンバンドの一番下を外側からこんな風に外して、外した後にグッと引っ張ります。グッと引っ張ったら、この一番最後のグリーンの緑のシリコンバンドに透明の糸をこのように通します。糸を通したら、端を合わせてこのハートのビーズをこの形で、この向きでこんな感じに通していきます。通し終わったら、今度はもう一つのハートのビーズをこちらの向きで通していきます。通し終わったら、緑のシリコンバンドをグッと引っ張って、この透明のクリップをこのシリコンバンドに通していきます。うわー、ハートのビーズが2つ重なってリボンみたいになってるね。ここまでできたら、反対側のシリコンバンドをこちらのクリップにとよいしょ通していって、はい、猫耳ブレスレットの完成です。くーわー、猫の耳がとってもキュートなブレスレットの完成。リボンの部分がとってもチャーミングだね。みんなもとってブレスレット、ぜひ作ってみてね。それでは今日はこの辺で。